家好，庆生です。今日もよろしくお願いいたします。大家好，我是陈静，今天也请多多关照。昨日のライブみんな参加していただきありがとうございます。昨天的直播非常感谢大家的参与。今日の内容はこのバー使って前弹后蹬。練習していきます。弾腿、皆さんご存知ね、この足首まっすぐ、蹬は、ね、このつま先上に向いてこう足首反るということです。でも前は前、弾腿、後ろは逆に蹬、かかと力入れて、ね、足首反ることにしていただく。だからこの動き、前弾後蹬一緒にやっていきたいと思います。大家好，今天的内容呢是前弹后蹬，我们用这个就是跳芭蕾的，这个扶手。那弹腿我们大家都知道，是我们的这个脚腕要直，绷的脚尖，一直到脚尖是要绷直的，然后蹬蹬。是我们脚尖要翘起来，力打脚跟，这是蹬腿。所以呢，我们是后蹬，后蹬呢就是顾名思义，腿往后蹬，力打脚跟。我们用这个，扶着，芭蕾的这个扶手来练习前弹后蹬。所以呢，大家可以在家里扶着墙壁或者是桌子，就是说不要晃动的东西，有些危险，还是要注意安全。皆さん家で壁でもいいし、机でもいいし、持って一緒に練習していただきたい。ね、あまりこう滑れないもの、こう一番ありがたいんです。やっぱり安全第一と思います。今日の前弹后蹬練習していくと、まず体幹良くなっていきますし、そして何よりも太もも股関節、ね、あと、このお尻、そして自分の腰、腰の後ろ、つまり背筋も結構効きますので、なので、本当に練習していくと、結構この中間は強くなっていきますので、しかも動ける筋肉大事と思います。一緒にやってみます。今天我们训练这个内容呢，可以是我们的就是胯关节，包括我们的大腿肌肉，还有臀肌，包括我们的腰背肌，都会受到很大的这种效果。因为我们这是中轴嘛，这身体的中轴，所以对我们这个身体非常就是关键。我们今天这个训练呢，可以达到就是说这个肌肉是可以活动，就是活用的一个肌肉，是非常好。はい、じゃあそれでは今始めます。よろしくお願いします。那好，今天我们就开始上课。はい、まず皆さん、壁でもいいし、それで机持ってもいいし、まず姿勢でまっすぐ。そしてまず右の足いきます。我们先做右腿，手放腰间。手は腰の横、ね、腰まっすぐ。そして右の足、弾、つまり膝まず曲がって、つま先に力点伝わると弾。そして戻して、後ろ、体はあまり動かないように、蹬。力点はかかと。体は動かないように、できるだけ、ね、無理だったら低くでもいい。全然しんどく感じたら正しいですね。ね、できるなら高くように頑張っていきましょう。そして戻って、はい、弾。はい、戻って、蹬。後蹬。はい、戻って、前弾。はい、戻って、後蹬。この、組み合わせ。やっていきたいと思いますので頑張っていきます。あと足首の変化すごい大事と思います。刚才我们就是讲就是前弹，肯定要是膝盖先弯曲，然后力打脚尖，这个叫弹腿。然后我们的腿脚收为中间，
在后蹬，立打脚跟，但我们的姿势不要太前倾，哎，争取没有那么大的晃动是最好的了。哎，低一点也可以，慢慢高起来的话就 OK 了。はい、それでは一緒にやっていきます。10回やります。10回、つまり、5セットいきましょう。5セット10回。弹腿ね、前弹5回、後蹬5回。好的、现在我们就 做10次、就是做5組。前弹5次、後蹬5次、連續去做。はい、それでは用意。はい、足上げて膝上げて1、はい、戻って2、はい、戻って3、はい、戻って4、噔、はい、戻って5、はい、戻って6、はい、戻って7、はい、戻って8、はい、戻って9、はい、戻って10、はい、一回戻ってから、はい、足直した方がいい、腰はちょっと緩めた方がいいので、最後どうですか、この辺がね、すごい今燃えてるじゃないですか。好的、那我们现在在做这个反的，就是刚才做的是右腿，这次我们做左腿一样。はい、左の足いきます。同じやっていきます。5セットいきましょう。はい、準備、前弹1、回2、後蹬、はい、還原3、還原後蹬4、還原5、還原6、はい、7、回8、回9、はい、回10、最後呢我们腿回为中间，然后再放下，这样的话可以使我们的腰部得到一个放松的情况，再放下。どうですか？結構ね、腰、後ろの筋肉、そしてお尻も、ね、結構お尻練習したら筋肉つきますので、あと太ももとかね、今多分私たくさん言っても練習したら感覚一番わかりますので、本当におすすめです、ね、やっぱり体はこの中間はすごい大事なので、ぜひ、しかもね、机とか壁持ってすぐできますので、低くでもいいので、低くからいいと思います。好的、那希望我们大家能够训练一下这个前弹后蹬，因为对我们的中轴非常非常好，我是非常向大家推荐的一个运动，因为你扶着墙扶着桌子在哪都可以去练一下自己的这个更好用的肌肉。はい、じゃあ今日の練習ここまで終わります。那今天我们就到这里。また明日。バイバイ。明天见。再见。